墨田クラブ対シーマ FC 2010年初戦です。バランス、庄司とよっちゃん対策考えといて、対策焦んないんだよね。カウンター気をつけよ、カウンター。向いてくるや、向いてくるや、ファイヤー、俺ボール、ファイヤー、危ない、シーマボール、シーマボール、え、なんでケンちゃん出てないの？ケンちゃん出て疲れてよ。うちの時出なくてもいいから別に。え、この試合出るでしょ？この試合走り回って疲れちゃって。なんでガル君とケンちゃん両方出ないのよ。二人とも出て疲れ果ててよ、ちょっと。カウンター、カウンター。あ、ゴーゴーゴー。あとあとあと。ファイヤーボール。流し、ボール流し、ボール。取られた後にカウンターだけ気をつけよう。いやー、隅田の支配率が高いです。ディフェンスしっかり整えよう。ピンチボール、ピンチボール、はい、ペペペペペペ、あ、笛あんのか。どちら？秋山さんの挨拶シュート見たかったな。あげるぞ、やじった方がいいよ、やじった方が。喋れない。4分40。
マコ、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 集中、集中。なんだ今の。ラスト1分前から取ってるからか。ラストワンプレイ。集中集中。集中。新和 FC の勝ちです。よかったやりました秋山さん。始末処理